一時期私はタロット占いにハマったことがありました。占ってもらうことに飽き足らず、勉強して自己流を取り入れて占うようになり、友達からもよく当たるともっぱら評判でした。何度も当たるので自信があったし、いつかは占い師としてやっていけるんじゃないかとまで思っていました。その日もなんと話に今日の自分を占っていました。そしたら急に奇妙なことが起こり出したのです。突然置いたカードが右にスライドしました。私が触っていないのに一人でに動いたのです。びっくりしている私の前でカードが勝手にめくれました。どう見ても超常現象だったし、かなりヤバい気がしました。しかもめくれたカードは死神のカードで、まるで死を暗示しているかのように私には見えました。その日私は迷いながら仕事に出かけました。仕事を休むことも本気で考えたけど、さすがに自分で占ったタロットカードのせいで休むとは言い出せず、仕方なく職場に向かいました。車に乗り込む前になんとなくタロットカードをカバンに入れたのです。なぜあの時それを持ったのかわからないけど、なんだか持っていないといけない気がしました。そして車の運転中に急にカバンからガサガサ音が鳴りました。私はその音に驚いて一瞬そっちを見たら、タロットカードが一枚カバンの外に飛び出していたのです。私はそっちに気を取られて前を見ていませんでした。そして前方に子供が飛び出てきたことに気づくのが若干遅れたのです。気づいた時焦ってハンドルを切り、キーッという音と衝撃とともに目の前がブラックアウトしました。私はギリギリで子供を避けられたけど、その代わりにガードレールにぶち当たり交通事故を起こしたようでした。運よく人は巻き込まずに済んだけど、自分はしばらく歩けなくなるくらいに重傷を負いました。あのタロットカードがこの交通事故を暗示していたかまでは知りません。また最後にカバンから飛び出していたカードが何のカードだったのかも見つけられなかったです。だけどおそらくタロットは私に何かを伝えたかったのだと思っています。あれからもタロット占いは続けていますが、自分を占うことだけはやめました。同じような目に遭うのが怖かったからです。占いは時に不思議なことを巻き起こします。私のタロットはなんとなくお金も取らずに人のためだけに使うようにしようと今は思っています。これは私が小学生の頃体験したお話です。季節は春頃で、日曜日にいつも通り自転車で友達の家へ向かっていました。途中に線路がある道をいつも使っていました。その日線路に差し掛かると、自分がいる場所から少し遠い線路上に人影があるのに気がつきました。何か探したり困ってたりする人がいるのかなと思い、線路前で自転車にまたがりながら止まって人影を注視しました。その人影は女性でした。年齢は20代か30代でしょうか。晴れているのに黒い傘を差しています。おかしいなと思い、もっと注視すると黒いワンピースのような服を着ています。当時小学生の私はよくわからなかったのですが、あの服装は喪服だと後でわかりました。おかしな格好で線路上にいるなと思った途端、なんだか不気味な感情がこみ上げてきて、早くこの場を去ろうと思っているのに体が硬直してしまいました。見つめたままでいると女性は突然線路上で走り出しました。私から遠ざかる方向だったので、その時はほっとして体も動きそうだったので友人宅に向かおうと思いました。私が動き始め線路の真ん中に差し掛かった時、なんと走っていた女性が突然こちらの方に向きを変え走ってきました。かなり遠くの方へ行っていたはずなのに、どんどん距離が近づいてきます。ヒールも履いているのに線路上でこんなスピードはおかしい。そう思った時、傘で隠れた顔から口元が見え、にやりと笑っているのが見えました。それを見た途端、私は自転車を一瞬で発進させ、全身全霊のフルスピードで漕いでその場を離れました。絶対に振り返らず
そのスピードで友人宅まで行ったのを覚えています。友人宅でさっきやったことを話したかどうか、その記憶は曖昧です。とにかく私は混乱していました。それ以来その線路には近づかず、友人宅に行くのにも遠回りして行っていました。一体あれは何だったんでしょうか。幽霊でしょうか、人だったんでしょうか。どちらにしても怖く、大人になった今でもあの線路には近づくことはありません。これは私が実際に体験した話だ。私はよく金縛りに遭う。そして私が遭う金縛りには二つのパターンがある。一つ目は人、幽霊が出てくる金縛り、二つ目はループする金縛りだ。私は昨日二つ目のループする金縛りにあった。私が夜中目覚めた時、体が動かないことに気づいた。ああまたかと私が心の中で思っていた時、何か見えないものが体に乗ってくる感じがした。そして腹から胸から首と動いていて、首に来たタイミングで苦しくなり目が覚めた。しかし起きたと思っていたら、また体が動かなかった。そしてまた何かが私の上に乗ってきた。重さはさっきと同じなのに、少しもやが見えるようになった。また首のあたりに来た時苦しくなり目が覚めた。今度こそ終わったかなと思っていたら、また体が動かなかった。そしてまた何かが乗ってきたのだが、今までとは違いくっきり見えた。人だったのだ。しかし顔にもやがかかっていて、誰かはわからなかった。そしてまた首に来た時目が覚めた。だが案の定まだ体は動かなかった。そして私の上に乗ろうとしてきた人には見覚えがあった。私だった。そして私に言った、まだ終わらないよ。気がついたら朝だった。体は動くが上半身は痛かった。私は少し寝るのが怖くなってしまった。どうして私が出てきたのは未だにわからない。皆さんは体験したことありますか。きっと一度は体験したことがあると思います。不可解な現象や音が鳴るときは決まって変わったとき、そんな体験をした私のお話をお聞きください。私がそんな体験をしたのは今年の7月頃のこと。私は実家を出て一人で暮らしている。仕事に追われて疲労困憊で帰宅する毎日にすごく嫌気がさしていたが、そんな毎日にも唯一楽しみがあった。寝る前の彼女との電話だ。どんなに仕事で疲れていてもこれだけは欠かさずに毎日していた。毎日しているうちにだんだんと長電話になっていき、いつの間にか夜中までするようになっていた。ある日仕事が終わるのが遅くなり、いつもより遅めの電話をしていた。いつも通り仲良く長電話をしていると、ふと彼女側の電話からカラーンと音が鳴ったのが聞こえた。いつも通り電話で彼女が戯れて何か音を鳴らしてるのだと思って聞いてみた。今何鳴らしたの？カラーンって。すると彼女はすごく唖然とした声で、何のこと？怖いこと言わんといて。今音鳴った。その時たまたま時計の数字が目に入った。すると1時11分だった。しかも秒数までわかる時計でちょうど11秒だった。一瞬黙り込んでしまった。やっぱりゾロ目や牛蜜時など何かはあるのかなと考えるだけでゾクッとした。私はそれ以降何度か同じような経験をしているが口に出すのをやめた。私が高校生の頃の話です。高校時代は周りの影響で悪いことを繰り返し、教師からは煙たがられるような存在でした。いつも不良メンバーで集まり悪いことをして両親を悲しませていました。高校3年生の夏のことでした。そのメンバーのリーダー的存在である2つ上の A 先輩が関西で有名な心霊スポットのとあるダムに行こうと提案し、行くことになりました。 A 先輩は後輩に少し気に入らないことがあればすぐに暴力を振るうような先輩でした。そのダムは初めて行く場所ではなく、おそらくメンバーは皆一度は行ったことがある場所で怖くはなかったのですが、 A 先輩の暴力が怖いので
仕方なく、いつも集まる6人で A 先輩の運転する車に乗り、ダムに行きました。そのダムですが、実際はダムの奥にある車も通ることのできないトンネルが有名なスポットで、地元では車でトンネルの近くまで行くと手の跡がついていたなど色々な噂のある場所でした。その日もダムに車を止め、歩いてトンネルまで行きました。トンネルに差し掛かった時に先輩が明らかにおかしくなりました。ガタガタと震え、やばいやばいと小さな声でつぶやき、早く帰ろうと言い始めました。急いで A 先輩の車に乗り込みダムを後にしました。その日はすぐに解散しました。それからの先輩は、皆が何があった?と聞いても答えないし、急に笑い出したり、怯え出したりと気が狂ったようになっていました。皆は口を揃えて、A 先輩はおかしいから関わらないでおこうということになり、疎遠になっていきました。それから半年後、A 先輩は電車に飛び込み死去しました。警察によると、薬物反応があり、自殺と断定されたみたいです。結局 A 先輩が見たものは最後までわからず、私たちもかなり憔悴していました。おそらくもう二度とあのダムに近寄ることはありません。友達の紹介で、陶芸教室に行った時の話です。友達のおじさんが私と友達を、そこまで車で送ってくれたのですが、その道中の車内が異様に臭かったのです。私は、最初から、変な匂いがするなと思っていて、その匂いの出所を探していました。おじさんや友達と話しながら、匂いの出所を探ったのですが、結局わからなかったです。友達のおじさんの車なので、失礼なことを言ってはいけないと思って、ずっと匂いを我慢していました。しかし、陶芸教室の帰りに、さすがに我慢できなくなって、車から降ろしてもらいました。二人とも匂いに気づいて、なさそうだったので、車酔いしたと嘘をついて、しばらく外の空気を吸っていたのです。しかし、その外でいる時にもまた、あの、車内で匂った、生臭い匂いが漂ってきました。何の匂いなのとあたりを見渡したら、すぐそこに、友達のおじさんが立っていました。そこで、おじさんに、大丈夫か?と大層心配され、背中をさすられました。だけど、どちらかというと、ありがた迷惑です。おじさんがこっちに来ると、生臭い匂いがすごすぎて、もっと吐きそうになりました。そしてやっと匂いの出所が、友達のおじさんだとわかりました。私は一体何を持っているのかと、不審そうな目で見てしまいました。その後、なんとか、匂いを我慢して、家まで送り届けてもらったのです。友達は、私と違って、全然平気そうに見えました。友達はずっと、おじさんの隣の助手席に乗っていたのです。あんなに、すごい匂いなのに、なぜ平気なのかとずっと不思議でした。やっとのことで、家まで帰ってきて、二度と、あのおじさんと一緒の車は乗れないと思いました。だけど、その後、陶芸教室に誘われることはありませんでした。それから数日後、友達に驚くことを言われました。あのおじさんが亡くなったと聞いたのです。何でも釣りが趣味だったおじさんは一人で沼釣りをしているとき、沼で足を滑らせて亡くなったらしいです。詳しいことはわかりませんが、すごく臭い沼だと聞きました。私はそれを聞いて、あの日の車内の匂いが思い浮かんだのです。そして思いました。もしかしたらあの時、おじさんから漂ってきた。あの生臭い匂いはその沼の匂いだったのかもしれません。これは、私が会社の事例で転勤し、北海道の道東で住んでいた時の話です。住んでいた場所は、会社の社員寮。しかし、団地のような大きな建物で、その一部分を会社の社員寮として使用していようで、一般の人も住んでいました。異変は引っ越し当日から起こりました。その日は移動と引っ越しで疲れ、箱の中身も片付けないまま寝てしまいそうになっていました。寒いし、臭いし、なんか嫌な場所だな。そんな独り言を言いながらうとうとしていると、ポン、ポン、ポン、ははは、ポン、マリをついているような音とともに、
子供の笑い声が聞こえてきました。こんな夜遅く、外を見てみると真っ暗で何も見えません。アパートの廊下が広かったので、廊下で子供が遊んでいるのかと、廊下を覗いてみても誰もいません。なんだよ、夢かな。うとうとしていたので、半分夢を見ていたのかもと、もう一度眠りにつきました。ポン、ポン、ポン、ははは、ポン、また聞こえてきました。どうも外から聞こえてくるようです。しかし、もう一度外を覗いてみても何も見えません。気にしない、気にしない。夜中2時を過ぎていた頃だと思います。ポン、ポン、ポン、ははは、ポン、ポン、ポン、キャハハハ、ポン。今度は、私が寝ている横で、はっきりと聞こえたのでした。怖くなりその日は気失ったように眠ってしまいましたが、あれは、何だったのでしょうか。